会場の大阪城ホール絶対延命は2012年1月11日に EMI Music Japan から DVD およびブルーレイディスクで発売された日本のロックバンドラッドウィンプスのライブビデオである2011年3月9日に発売されたラッドウィンプス6枚目のスタジオアルバム絶対絶命を携え2011年4月から同年8月の 約4ヶ月間にかけて行われた27都市37公演のライブツアー、ラットウィンプス絶対延命ツアーから7月5日に行われた大阪城ホールのライブ映像を収録。なお、アンコールの共振症のみ、翌日6日の映像となっている。映像ディレクターは島田大輔が務めている。アンコールでは別日には右心論。 マニフェスト、つくつく帽子などが披露された。DVD およびブルーレイディスクどもに116ページのフォトブックが同梱される完全生産限定版と通常版の2仕様で発売された。2012年1月23日付け織コンチャートの DVD 総合、ブルーレイディスク総合ランキングでともに1位を獲得。同時に2巻を達成したのは ミスター・チルドレンが2011年11月23日発売したミスター・ Mr. チルドレンツアー2011センス以来男性アーティスト史上2組目となった。オクマン、笑い者ダグアウト透明人間18号トレモロ、ダイララボッチ英語4日例学芸会、パイダダジーコウイッキズモの未発表新曲。2021年現在、スタジオ音源化されていない。 ヤドカリ携帯電話二人ごとお釈迦者、ま君と羊と会ういいんですかブレスミ発表新曲。後に七スアルバム、バツとレイと,と、スミに収録される。救世主教信書。ありがとうございます。